はい、こんにちは、にゃんたぬ工房です。今回はすねのディテールアップをしてすねアーマーを完成まで持っていこうと思います。で、その前にですが、コメントにこのバルカームの膠着ポーズ、膠着形態ですねを見てみたいというものがあったのでやってみました。というか、まあまだこれは全く説明していなかったんですけど、このバルカーム普段は拠点でこのような形で固定砲台として運用されています。まあこれ完成した側というか、ここへこうなんかここの下半身を隠すようなパーツを作ろうかなとは思っているんですが、普段はこのような形で固定砲台化しています。これを上げることによって、まあ、対空射撃もすることができます。で、いざ敵が攻めてきたっていう時に緩いんですけどね、足を展開して、まあここへガバナ乗り込んでますけど、これをよいしょ、閉じて、これで、あとこれがニューンと前へ出てきて、まあバルクアームのノーマルモードですね。まあ何気に後ろからちょこちょこっとなんか小さいマシンが来て、ここへこれを装着してっていう感じで、まあこれはどっちか言えばこれが前線に出る時に使用するパーツなので、普段はこのスラスターははっきり言って使いません。このバルクアームが前線に出なきゃならない時にいろいろなパーツを装着して前線へ出るといった感じとなります。うん、まあ膠着ポーズはとりあえずそんな感じですね。普段は固定砲台として基地に配備されているバルクアームですが、いざ敵が拠点に攻めてきたらこのようにロボット形態へ移行してさまざまなパーツをつけて戦うといったスタイルとなっております。まあこのバルクアームはパーツの付け替えによっていろいろなタイプになる予定なので、それも本体が完成したらいろいろとやっていこうと思います、
それではすねのディテールアップをしていきたいと思うんですが、どんな改造というかディテールアップをしましょうかね。まあこれはこれで無骨なのもいいとは思うんですけど、ここら辺とか側面がある程度スカッとしているので、それをちょっと情報量上げたいですね。あとここもなんか入れるかな、まあとりあえずやっていきましょう。とりあえずこんな感じでボルトのディテールを入れてみました。ここも入れるかどうかはちょっと迷ってるんですけどね、あんま知りたくどくなりそうな気もするんですが、どうかな。まあで、あとここにも入れてみました。まあのっぺり感はだいぶ少なくなってきたんじゃないかなと思ってます。とりあえずこんな感じでディテールを入れてみました。下はちょっとフィン状のものを入れて、こんな感じですね。ちなみにバルクアームにつけると、このような感じになります。防御力抜群ですね、こいつは。とりあえずこっちのディテールは入れないことにしました。まあどんなディテールを入れるかちょっと思いつかなかったっていうのもあるんですけど、まあ最初ボルトディテールかなんか入れようかなと思ったんですけれども、なんかなと思ったんでとりあえず入れていません。ごついな、なんかもう重機っていう感じが強くなってきましたね。まあな、上半身に負けないボリュームにはなったと思います。どうしようかな。まあ、大丈夫か。まあ稼働も妨げることはないですし、おそらく大丈夫でしょう。よいしょ。どっしりとしたバルクアームですね。最終的にこんな感じでディテールを入れてみました。というか本当はさっきのあれで完成にしようかなと思ってたんですけど、
まず最初にここの下に貼っていた瓶触ってたら取れちゃったんですよね。それでもうこれはないわいう感じでこれを追加しました。それでまあいろいろ触っていたらということで、ちょっとここへ角へこんなパーツをつけてちょっと情報量を増やしてみたり、あと横ちょっとした筋彫りを入れてみました。正直ヨレヨレですけどね、筋彫り難しい。これはもう練習あるのみですね。まあこれは歴戦をくぐり抜けているヘキサギアなので、まあいろんなところがもう汚れたりボロボロになったり傷が入ってたりしている設定なので、もう今回はこのヨレヨレの状態でいきます、というかもう各所に入ってる傷ももうそういう風に処理して いこうかなと思っています。それではこれをバルクアームに装着しましょう。こうですね、今現在の仕上がりとしてはこんな感じになります。で横まあここの筋彫りのおかげで多少情報量上がったかな。ごついごつい、いい感じにごつくなってますね。ついでだから今外しているスラッサーもつけようかな。よいしょ。まあスラッサーもディテールも入れないといけないんですが、あとですね、なんかこのまま足のところからホバーかなんかで移動しそうな勢いですけどね。まあここをなぜごつくしたかと言いますと、あの固定砲台時にここが地面に設置する部分なのでちょっとごつくしてみました。まあすねというか膝すね、まあまあもうこんなもんでしょうね。これ以上はちょっとディテールが思いつかないのでこれで完成形にしたいと思います。というかですね、ここの胸のここのパーツなんですよね、いろいろいじっていたら行方不明になったので心臓しました。まあちょっと隙間が空いてるからもう一回やり直すかもしれませんけど、まあ最終的に塗装するまでにはちょっとここもうちょっと考えますけれども、見事にここなくなっちゃったんですよね。結構いい感じについてたので気に入ってたんですけど、まあ仕方ないですね。このヘキサギ4と埋めても別に問題はないんですけどね。もしかしたらここへさらに増加アーマーをつけるみたいなことになったらここのヘキサギ4と利用する可能性があるので、
ていうかこれだいぶ歪んでるな。とりあえず残しています。まあここへバンディットホイールについていた透明のヘキサグラムあれをここへ入れようかなというのもちょっと考えてたりするので、それでここはちょっと開けたまんまにしています。とりあえずちょっと足だけにして全体を見てみましょう。足だけにするとこんな感じになっています。まあここの杉彫り加えただけでちょっと走行板っぽく見えるのでいい感じにはなったと思います。まあここの裏の部分のこのパーツに関してはどうしようかなとちょっと考えてみますが、まあ、それは最終的にどうにかしましょう。で横はまだ何も作っていないのでスカスカですね。で足首から下の部分ソール部分ですね、それに関してもまだ作っていないので正直これだけじゃちょっとバランスが非常に悪くなっているので、最終的に足首もソール部分も大型化必須ですね。でも大体自分の思い通りにできたと思っています。で次の動画ではここの横の部分ですね、横とまあ後ろこれ接続ジョイントないんだけどな、どうしようかな、ここの横の部分につける感じでいこうかなんですけれども、まあこっちはちょっと磁石を仕込もうかと考えています。走行に要はこの横にミサイルポットではなんだいうのをつけたいので、まあ、ハードポイント代わりで磁石を埋め込もうと思っています。で、まあ足のこの横に取り付けることによってここのこのミューンと出ているこれが多少見えなくなって見栄えは良くなると思います。ということで今回の動画は、バルクアームの、前回作ったスネパーツにディテールを加えて完成しましたという動画でした。チャンネル登録高評価コメント等よろしくお願いします。ニャンタの工房でした。